皆さんどうもこんにちは、ながると申します。今回も特別なゲストたちに来ていただきました。この方たちです。どうぞ。女のハットに猫パンチ、どうもそれ猫です。はい、こんにちは、リドです。ピロです。ちゃんと挨拶考えてこいよ。リドさんもなんかみんなの心にブーメランとか言うんかなって言わないんだね。言ったら乗ろうかなと思ったけど乗り切れんかったな。滑ったみたいになるやん、これ。僕やりたくてやってるわけじゃないからね。さすがにそこまで心折れへんか。はい、ということで今回やっていく企画はスマブラシルエットクイズ第2弾。うわー、わし2回目じゃ。リドくんが今回初参戦ですね。これから僕があるシルエットをね出すので、それが何のキャラが何をしているところかっていうものを皆さんに当てていただきます。そして最終的に一番正解できた人が勝ちというルールでやっていくとございます。オッケー。オッケー。じゃあ第1問、デレン、こちら。いや難しすぎだろ。何してるか当てるのとキャラ当てればいいんだよね。そう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 、それを今で言わずに、まあ、考察は、ね、口で言ってもらっていいんですけど。もう分かっちゃった、何々が何々をしているっていうのを。もう角度まで分かっちゃった。角度まで分かっちゃった。待って、マジで分からん。これは分かるだろう。初参戦のリド君が困ってる。みんな分かってる感じもしかして。あれ、うん、さっきなんか自慢満点だった。キャラが分かればキャラだけ答えるのも全然ありなんで、キャラ当てられたら加点1点、何してるかまで当てられたら加点1点って感じ。いや何してるかガチで分かんねえ。何これ、拳を上に突き出してるでしょ。違うくない？そういう風に。違うな。ピロさん分かっちゃったからヒント与えないように黙っちゃってるもんね。これじゃないの？自信なくなってきたな、ちょっと。足の近くにある、これ気にならん、なんかマントみたいなやつ。分かんない、それが。終わりや。皆さん準備はよろしいでしょうか。うん、お答えください、どうぞ。え、ウェビーか、これ。え、ウェビーなの？ウェビーじゃない？そうか、分かんないだろ。釣り人だと。マグロを釣り上げたやつだろ、これ。あつ森始まってるって。あーでも確かにウェビー、あーでも ウェビーの正面やないの、これ。足こんなポーズなんなくね？なんか持ってるくない？アイテムを持ってるんじゃないの、これって。違うの？マグロ持ってる、これ。マグロ持ってるでしょ、考えたの。マグロ持ってるわけない。釣り上げた、マグロ。ということで、正解画像、こちらです。ウェビーか。そういうこと、角度まで。え、でかくない？そう。ドクターマリオのウェビーは、左手が大きくなるんですね。なので右手と左手の大きさが変わってこのようになります。足どうなっとんねんこいつ。まあでもまあまあまあ、俺そら猫の点数同じということで。ふざけた回答しても同じということで。マグロ釣り上げたら言ってもらってんの。マグロと横火入れ回答がでも一緒なんだよな。そうだよ、間違いは間違いなんでね。なるほど。じゃあ第2問、こちら、ディレン。は？素で出たの、歯が。ああ、はい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 。ああ、はい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 。お、これはひらめき問題ですね。マグロでしょ、これ、まず。こするな、めちゃくちゃ。もうそろそろ時間じゃね？マジでわかんない。え、なにこれ、ワニ？なんか、ちょっと、イノシシじゃね、これ。これさ、ワニ。あ、わかったわかったわかった。わかったらわかるもん、これ、すぐ。うん、そう、わかったらわかるね、これは。左の口が大事よね、これ。背中のトゲと。ということで。よろしいですか、皆さん。はい、じゃあ皆さん、お答えください、どうぞ。おい、おお、いやー、まずか。左の口とか言ってさ。いやわからんよ、まだわからんから。それは猫ならって思っちゃった。これはまあ、ひらめき問題なんで、みんなひらめいちゃったと。答えこちらですね、こちらです。答え簡単すぎて。まあ、簡単すぎて。ずいぶん綺麗に切り抜いてるな。流れさんが夜鍋してコツ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 切り抜いたんですよ、これは。一枚一枚。え、待って、これ何？これはね、ちょっといびつだからね。これもひらめきかな。ピロさん分かった？二択なんだけど、俺の中でどっちだろうって感じだけど、多分こっちだわ。え、これポケモンじゃないの？これポケモンじゃないよ、これ。いや、これね、武器だね。前回武器あったからな。で、俺武器の名前分かんない。一つも武器を持ってる丸々とかもあったからね。そう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 。ちょっとあと1分だけちょうだい。リド君が1分必要そうだな。いや、リドさん必要ないよ。めちゃくちゃ必要。答えが出てないもん、今のとこ1個も。え、何これ。え、何、マジで分かんないんだけど。リドさんよく戦ってんの見るけどな。よく戦ってる。俺結構見るわ、頻繁に戦ってるイメージある。
リド君がさ、ゴムとビフィリかビューアリに置いてた気がするわ。広選択肢広いな選択肢広いよ。ゴムかビューアリってめっちゃいるだろ。もう適当にやるわ。オッケーオッケー、回答出すわ。じゃあ皆さん、お答えください、どうぞ。はいはい、シュラ君。ふざけんなよ、剣とか言ったやん。アイスとか言ったやん。よく戦ってるって。そうだ、これ結構がじゃん、これよく染めさんとやってるやん。シュレックの体験だろ、これどう見ても。いびつな形すぎ。シュレックの体験。次の問題はこちらです。どうぞ。わかった。石粒でじゃないのか。わかんない、なにこれ。石粒じゃ座らない、参戦しておりません。俺このゲームめっちゃ弱い説あるって。二択だと思います。え、二択これ。俺一択なんだけど。二択とかさない。なんでこの上半身しかないの。角度がキモい。でもほぼこの角度よ、いつも見てるの。切り札っぽくも見えないんだよね、これ。切り札の途中とか。ああ、それともう一つ悩んでるんだよね。ちなみにこれメンバーの正解率 100% でした。え、じゃあそれだったら絶対こっちだ。待って。それでは皆さん、お答えください、どうぞ。ほい。なんででしたこれ。え、全然違うやん。嘘でしょ。お前どんな側々と戦ったんです。強すぎるやろ。マジでこれ俺さ、本当に合ってると思ってた。 NP ってガオガエンの NV ってなんだ。ラリアット、え、あのラリアット、グルグル、ラリアットじゃない、クルクル回るやつ。あ、そうです。あ、上から見た。あ、なるほどね。確かに後ろの手だけ見たらラリアットっぽく見えるな、うん、いやでも不正解じゃん、もうこの流れで。ということで、あ、もういいよ。正解はこちらです。こいつ王冠かぶってなくね。だよね、王冠があったら即バレるんで。王冠はちょっと待って、なんでこれわかんの。石粒手だったら正解だった。石粒手は、石粒手の空港、石粒手はそこら参戦してませんね。正解やったかも。3問目で2問間違えてるけど大丈夫。本当に石粒手くるよ。じゃあ一応ここ差が出そうな問題を出していきたいと思います。もう出てんだよ十分。こちらテンリンクかな。なんだこれ、ね、やりたい放題やんけこんな。マンホールやおい、全部できるやんけこんなの。え、何これ。キャラクター、まずキャラクターです。ああ、キャラクターなんだ。いや、これ外したらやばいよ。技似たようなやつない？わかった、多分これだ。技によってさ、入力の仕方によって同じ技あるじゃん。形が違う、形が違う。入力の仕方によって同じ技。すごいぞ、これ当てれたら。下か横かって話じゃないのこれ。下か横か。待って、俺だけまだ背後で言ってんのこれ。待って。下か横。これしかなくね。ちょっと縦長なん。いや、見ない。よろしいですか、そろそろ。はい。お答えください、どうぞ。ああ、確かにね。ああ、ソニック。ソニック、横 B と下 B あるじゃん、なんか似たような技。ありますね。下 B も横 B も前に進むやつだから。どっちかなみたいな感じだと思った、俺は。これでヨッシー出てきたら、俺普通にもうやめるわ、この人。ヨッシーの横 B さ、なんかちょっとバインバインせん。そう、バインバインせん時に縦長なるんだよね。ここからしてください。こちらです。やったマジ。ソニックの横 B でした。しかも横 B なんだ。ちゃんと横 B。え、すごくね。待って、めちゃくちゃ俺今。これヨッシーじゃない？そう。なんか俺こういう問題の方がもしかして上手い説ある。ひねくれてるね。ソニックの横 B、バルの角度でってことね。次の問題はかなり難問となっております。うわ、第6問かな？こちらです。どうぞ。誰こいつ。いないよこれ。いないけどこんな。オリンピックの水泳選手とかじゃないの、うん、これ鳥とかじゃないよね。飛び込んでる姿、さすがにヒントないときついかな。え、じゃあなんかさ、あの立ち回りの特徴教えてよ。じゃあキャラの特徴は待ちキャラですね。あれ合ってんのかな。シルエットの感じはこのキャラかなって思うんだけど、この形にはならんくねって思っちゃう。これに関しては撮影の角度を少しだけ横にしました。写真を止めてちょっと横から見た視点、若干右から見た姿勢ですねこれは。こういう技ないよね。こういう技になる、ポーズになる技が。俺の思ってるキャラね、こういうモーションになるけど、こんな形ではないんだよな。左側の部分がすごいそのキャラっぽいんだけど。これ難しい。難しいです、これめっちゃ難しいです。ヒント、すげえいびつな姿勢してますだろうな、でしょうね、うん、逆に言えばシンプルな姿勢しかしないキャラではない。分かったかも。いや違うかな。あ、いや待て、3つくらいタクあるんだけど。いや、ない、絶対1つしかない、これは。では皆さん、お答えください、どうぞ。あー、確かに、リヒターか、なるほどね。リヒターのね、これ。これ、フメイクの DA とかじゃなくて。これ、シモリヒっぽいな。
シークの上 B か横 B かなって一瞬思ったけど、マチキャラって言われたから違うってなったもん。何フィットルの横 B はそんな笑ってていいんですか、そんな。ええこちら正解はこちらです。あお前キモどれアピールかアピールかこれフィットルの下アピールでした。ちょっと惜しいやん。わかんねえよ。俺はそう、なんか言ってたじゃん、なんかそのシルエットのさ、左の部分がさ、わかるみたいな。はいはいはい。それ俺の中でフィットル一択だったんだよ。うんうん。でもどうしてもこのポーズならなくてさ。はい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 。本当にこれ切り抜き方が下手なんじゃないですか。いやいや、綺麗、そう、超綺麗やろこんな。いや、アピールは出ないな。次の問題。で、上の方切り抜きます。え？キャラ分かるとかあんのこれ。これキャラなの？めっちゃ気持ち悪いんやけど。うん、キャラです。あ、もう分かった。え？これハッてなるよ。分かった、分かったけど、分かったけど何これ？あいつの何これ？あいつの何？ドイツだよ。マジドイツなの？あいつらってことこれ？あいつら？なんか違うやつ考えてる。もう何も分からん、俺ダメな。さっきのアピール難しかったから、今回はアピールではありません。少なくとも技ですか。え、これキャラの技でしょ。技かどうかわかんないの。かどうかはちょっとまあ。でもこれキャラではあるんだよね。キャラではあります。え、どこだろう。キャラ。皆さんよく戦っておられます。俺はこいつに対して勝率高い。あなたは全てに対して高いと思うけど。このキャラ苦手みんな。いや、それ言っちゃうとな、それ言っちゃうとな。ねえ、それ言っちゃうとな。いいですか。じゃあ皆さんお答えください。どうぞ。はい。いやー、横 B の終わり際だと思う、僕。ほう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 。うわ、俺も横 B か、下すまで迷った。落ちない、このメタライト。なるほどな。アイスクライマーの下すま、横 B、あとメタライト。正解は、さっきこちらです。いや、誰やねん、こいつ。見たことめっちゃデザインだけど。初めて見ました、このキャラ。サムスの空中ジャンプの姿勢でした。初めて見ました、これ。さすがにこれ難しいなと思って今日出さないつもりだったんだけど。これ難しい。ちょっとね、最後の問題です。来ました、来ました、練習問題、こちらです。ドン。何この簡単そうで難しそうなやつ。ちなみにこちらは前回同様、知り合いの方にイラストを描いていただきました。あ、でも無理や。そこまで、でもこれはね、難しくない。これ簡単じゃないの、これって。前回よりは難しくないです。前回の最初のこれめちゃくちゃシンプルじゃないの、これ。これさ、パッと見た瞬間に、あ、これだってなるやつじゃないの、これって。前回のイラストの時はバリバリのメタナイトの空下のモーションで不思議そうだった。待って待って、何それ。江戸くんに前回のやつ見せてあげる。あ、前回の見せて、それをちょっとヒントにしたいわ。前回の最後の問題はこれで。メタナイトやん、これ。うん、答えがこれ。舐めてる。舐めすぎ。これ書いた人舐めすぎです。これはマリオでもなければドクターマリオでもないです。ヒントは一番最初に想像するキャラと等身変わんないです。え、だったらね、一個思い浮かんで。じゃあ一択じゃないの、それ。見た目は変わるけどって話、大きさは変わんないってこと。いや、見た目変わる、見た目合ってるのに見た目変わったらおかしいんだ。問題として、マジで。スマブラにいるよね、こいつ。あ、います、います、います。キャラの名前だけでいい。いいですよ、キャラの名前だけで。帽子かぶってんのこいつ、本当に帽子か、これ。口星かもしれんよ。あ音なんかひらめた。それでは皆さんお答えください、どうぞ。もうやばー。あー、ネスね。ネスはそんな気もしたけど。なるほどなるほどなるほど。ロックマン、ネス、カラー、セブン、マリオのキャラ選択。待って待って待って、マリオだったらなえるわ俺。正解はこちらです、どうぞ。舐めてる。はい、舐めてる。村人でした。あー、舐めてる、マジで。この企画参加しません。書いた人で一回話したいのに。すいません、ちょっと通話呼んでくれない、書いた人。ちょっと待って。ということで結果発表。第3位リド君6点、第2位7点、ソロネコ、お、第1位8点、ピロさんでございます。僅差。え、でも意外と接戦やん、ね、俺ね。第3回を皆さん楽しみにしていただいて、次回はイラスト描いた人も連れてきてください。ちょっと殴られるから、ちょっと全員に。